だこの時ってまだ歯が外に出てきた一番長くない歯が下げるのがずっと長いですよただ日本人のおっさんがやってたからでもまあしょうがないんだろうねやっぱり当然そんだけ手配してさ誰かの持ってるとかそうなんだサハリンでですよ、セロ225とレギュレーターを定価で売ってあげるから今度デートしようねっていう提案そういう話です奥さんにバレるよこれ YouTube 出るよまだね、言ってないよね入ってないですねあれで治ったよね治りましたあれですよサハリン の扉のところ大きいサハリンサハリンですよ深い関係だね。カラフト行ってみたいね。もう行けないけど。プーチン。なかなかない。あ、大好き。やりますよ。声かけますよ。でも真面目ならすごいでしょ。サハリンでセロを発売中止になったセロを225のレギュレーターを変えるっていう。これは神業だと僕思いますよ。結構で。前回ゲレさん。そうするとこっち来ないと映んない YouTube 映んないこっち来ないとその人のためにこっちで回ってて振って久しぶりに振ったら2時台の人たちがちょっと振り込んでうわー今がだからそんな時にメカの弱い人がいると便利だしあの実は私は3人行けなかった第1回アニソン縛りのカラオケをしてるんですよなるほど、インド仲間です。当社がね、あれ私が企画したんですけど。先発ちょっと待って、先発まずは神さんのことに興味がありますけど。神さん家に、八王子。新宿に、新宿とかですけど。できれば、八王子を狙ってますけど、ダメだめそうなので。打ってます回ってます先発どこ行かれますか先発どこ行かれますかそうですね僕はあんたちゃんのため滑ったからサハリさんとはねサハリが来た時にはもしかすると僕のは上手だったサハリンで会ったのサハリンで会ったの私ダメですよヘナヘナでしたサハリン行った時は正直大堀に何年前よだってサハリン泊まって何年だ2010年12年前だまだ行けたからねただもうあの時はあのサポートカーの許容量が1回でこれ以上あのスタックしてももう乗せられないって言われたんですよだから仕事に大堀さんの後ろとか一緒に走って走らなきゃいけなかったんですよあれはあれ松尾さんの話聞くと最後の公開のなんだっけあれ湧かないとサハリンの船で日本に帰って15年が最後だものねそれで帰ってたんだよ松尾さんあそうなんですかそれも行きましたリベンジで行きましたやっぱサハリンはまた別だよね私が覚えるとサハリンの時までが僕はちょっと上手だったけどその後はね彼女はバリバリなんか女子オフローダー会かなんかのリーダーみたいな感じで週末全部仕事しないで走ってますからああそう素晴らしいね上手でもない素晴らしいね下手っぴですけど泥道
チャーするなら大盛りと。あ、それで泥道なんだ。なぜ泥道ですか。泥ね。そういうのですのってさ、はい、Facebook とかたまに書いてあるんだから、例えばこれ。それはあのクローズドで誰か行かないって声をかけてます。あ、じゃあ行きません。そしたら、Facebook でしょ。Facebook でもあのクローズドの集まりなので。呼んでくんないんだ僕を。いいよいいよ僕なんて。いいよ。私はもう通訳じゃない。いいよ。俺なんか俺なんか。いやいや、あのオフロード行けるなら、あのぜひ。どんなどのレベルのオフロード？あ、全然。あの、よろしくでも全然。いやいや、オフロードダメよ。いやいやいや、ダメよ。いや、彼女のフェイスブック見ればね、こんな、このフライヤーみたいにやってます。結構ダメよ。どうしても大丈夫。あの、倒木で白人の、あの、拒否を渡る人たち。倒木とか川渡りとかやってますから。倒木もできるの？倒木もできるの？あの橋、あの、山から降りるみたいになってますよ。おお、すごいじゃん。舗装路じゃなくて走れるけど、あんまりはダメよ。あんまりはダメよ。普通ですよ。私が言ってるのは。山から普通だけど、俺はもう結婚もやめてるんだから。やめますけど。ね、私の結婚相手は泥道だとか言ってたでしょ、あなた、サーリンで。はい。小林さんとは絶対結婚しません。私の結婚相手は泥ですとかって言ってたよ。菊池さんがね、それを言うんですよ。泥と結婚したからとか紹介されてる。